下剤を飲むと腸が動かなくなる薬をなくす顧問薬剤師岩聡です。今日ですね、駅前で便秘っていう方の相談が来ました。便秘、私ももともと便秘症だったので非常に気持ちはわかります。しかしこれで下剤を使い続けていくと、特に腸を直接刺激するタイプの薬を使っていくと、どん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 腸がその刺激に慣れてきて薬が効かなくなってきます。さらに腸の働きもどんどん悪くなっていき、最終的に腸が動かなくなり腸閉塞になるということもあります。また下剤は大腸がんになるリスクも上がるということが報告されておりますので、安易に下剤を使い続けると体はどんどんボロボロになっていきます。まず食事、特に便秘って人は油を、いい油をたくさん摂ってみましょう。大きく変化がきます。ではまた次の動画で会いましょう。ここ宝塚市清志工人前ベガホールで今日はお伝えしております。